どうも、三つ三つ伊藤と申します、ポケットモンスターブラック指を振る縛り、今回も頑張ってやっていきたいと思います。いつも動画の方に、コメント本当にありがとうございます。少しだけですけども、コメントを読むコーナーをやらせていただきたいと思います。パート3で私が、みじまるを可愛くないと言ったことに対していただいたコメント、なんでやみじまる可愛いやろ。まあ、可愛いか可愛くないかで言うと、まあ可愛いのかもしれないですけど、なんでしょうね。ブサ可愛いっていうジャンルだと思うんですね、所詮。だ人間で言うと、童話書いてもモテない側のフェイスですよね、あれは。切り札っていうね、私の全く効果のわからなかった技。PP が少なくなるとだんだん威力が上がりますよ。指を振るの場合も反映されてるかわかんないけど。はぁ、なるほど。PP が少なくなればなるほど切り札が強いっていうね。本当に、こういうのありがとうございます。本当に僕知らない技が多いので、本当俺指を振るで出た技の多分半分も効果分かってないんじゃないかなって思うのよ、ね。てか、これ俺が悪いっていうか、なんちゅうの、技が多くね。ポケモンの技が、こんなに技って増えてたのみたいな。私がね、レパルダスを、まあ、岩パレスと間違えたところ、ね、レオパレスと勘違いしたのかなって。うん、多分そう思います。レオパレスと岩パレスをなんかうまいことフュージョンさせるとなんかレパルダスになりませんね。だから私は悪くない。はい、というわけでね、今後もねコメントの方ぜひともよろしくお願いいたします。一応すべてのコメント目を通させていただいております。では本編の方どうぞ。じゃあね、この4番道路を進んでいきましょうか。でもね、多分この人トレーナーでしょ。あ、でもなんかアイテムあんな。あー、野生だ。野生もなんか捕まえときたいかなっていう気持ちはあるけど。おダルマッカ、はい。まあダルマッカは正直いいかな。壁要員もしくはなんか空を飛ぶ要員になれるやつだったら欲しいかなっていう感じはするけど。よくあたあるか。いらなくもないな、正直。この縛りのおいては。これまっすぐ進んだら普通に行けるのかな。君何？この先の砂漠、リゾートデザートの奥には、遺跡あってちょっとした観光地になってるぞい？今度アイテムとかちょっとちょくちょく拾っていきたいかな。この色の変わったとこだけに、まあなんか、敵は出るみたいなノリかな。で野生を避けたくば、ここをちょっと避けてけみたいな。そう、デスっちゃね、煙玉持ってるから絶対逃げれるんですよ。こいつはもう戦うしかない。結構壮大なもん。こういう時はポケモン勝負しましょう。バックパッカーか。まあまあまあ、バックパッカーぐらいなら、まあ一匹しか持てない。キーン、名前がキーンっていうの。ダルマッカ、あいつか。よしよし。まあ、レベル19もね、別にそこまですごい高いわけじゃないんで、まあ砂嵐戦法も使えるしな、このステージは。正直そこがあるから、まあぶっちゃけ大体勝てる。怖いのは砂嵐食らわないやつはちょっと警戒していかないとなっていう。地面と岩か。お、いいね、いい技出すじゃない今日は。なんか、うん、効かないんだけどね。まあ騒ぎ出した。これどんどんなんかダメージ増えてくのか。騒ぎ出したって、そんなんだっけ俺。騒ぐってちょっと覚えてねえな。どんなんだっけ騒ぐ。おー、それは一発目にやる技だな。どっちかというと初手だな。初手で、うわ騒ぐ、ダメージが増えてくってことはないのか。騒ぐは、騒ぐの詳細な効果がわからん。自分で使わない技の代表格みたいな技だもんな、騒ぐ。リフレッシュ。リフレッシュしてどうする。ちょっと騒ぐが何なんだ。効果が未知数すぎてちょっと怖えな。おとなしくなった。何なんだ騒ぐというのは。とりあえず脅威ではないということだけ覚えておこう。防御指令。何、軍隊みたいなこと。
デストロイステータス今バリ上がってんな。バリ上がりですよ、バリ上がり。バリ上がってこれだけ食らうんだから、ほんと愉快。これ倒してくれればいいのですが、アシスタントじゃないんだよ、君のやること。ん？強っ。え？アシストパワーってなんか補助技じゃねえの？なんだ今の？一体何が起きた？私には理解できない。なるほど、今のが君の好きなポケモン？まあ、うん、暫定的には。お？どうしたデスッチ？まさか。弱い22にして。俺のデスッチが大人の女になっていく。おー。じゃじゃーん。おー、グーカワ。超えてみるとあんま変わんないよね、ラッキーとハピナスって。なんか、似てない？まあ、進化系だから似てるのはいいとしても。なんか大体一緒じゃね？なんか。ね、戻るのがめんどくさいんで薬で回復させましたよっと。薬を大量購入するためにも、トレーナーをガシガシね、倒していかないといけないんだけどね。トレーナーをガシガシ倒せるほど、なんかね、こう、こっちの PP 値の在庫もないというかさ。ま、この子は倒そうか。私と旅してるのは人気のガイドブックでおすすめのポケモンです。そんなガイドブックがあるのか。お、結構可愛いんじゃないか、アンナちゃん。どうだい、一人旅は寂しかろ。俺んとこ来ないか。モンメンか。モンメンってなんか鬱陶しいことしてきたっけな、なんか状態異常とかなんかそんなんだったような気がしてきたな。まあね、こっちはでも進化したデストロイだから。よりデストロイ感が増してます。ウッドハンマー、なんでわざわざこういう時にそういう植物系の技を。しびれ後の当たったらもう交代のお時間。攻撃指令。ん？攻撃指令って攻撃してくれる？強っ虫技か。てかあれか、あの、蜂のあいつの名前忘れたけど、あの、女王様みたいな、あいつの技か。ミツハニーの進化系の、あれ。忘れた。それは、忘れた。まだまだたくさん、あ、ました。歌ってたらました。やっぱ、俺の歌によって、ポケモンが元気になったっていう説あるよね。こう、なんちゅうの、いけ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 っていうテンションじゃない時のが、なんか、意外といい技使ってる気がする。さっきまでね、チェレンとかとの戦いは、もう、いけいけ、倒せ倒せみたいなテンションだったけど、まあ、これは、最悪何かどう転んでも負けることはないだろうぐらいの感じで戦ってるから気楽なもんよね。さてと、このバックパッカー戦わなきゃしょうがないな。あそこのアイテムはちょっと拾っときたいね。君はどっから来たの？私ね、勝負に勝ったら教えてあげる。勝負に勝ったらそんな個人情報を教えていただけんのか。これは勝たなきゃな。この女の個人情報を抜くために戦うぜ。シュリーね。これ何これ、見たことない。新ポケモン。これ何、サンムーンから追加されるやつが先行公開みたいな。こんなやつ多分今までいなかったでしょ。だってあのミツさんが知らないんだぜ。あと6回かデスッチ。ミスステップだからさ、頼む、こういうやつはもう倒してくれ。種爆弾だからなんで。お、強い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 。タネバグなんてなんでこんな強いの。絶対あの草系でしょ。ところ初めての勝負。ちょっと一旦回復させてきます。はい、戻ってきましたよと。ちょっとね、回復させて戻ってくるまでが結構遠いっていう。あいつもまあトレーナーだよな。まあこいつとは戦っとくか、せっかく回復させてきたしな。もうすぐでしょ。もうアスファルトも見えてるし。世界を旅する楽しみの各地で出会う数多くのポケモンたちとの真剣勝負、ね。世界各地ってね、そんな、いろんな関東とかにも行ってるんですかね。どうせ関東のポケモンとか出してこないけど。
シママか。そしたらあれだな、砂嵐対策を行ってないやつばっかりじゃね。今んとこ砂嵐対策を行ってるやつトレーナーでは出てきてないような気がするんですが、クリアスモック、攻撃じゃない、多分攻撃なんですか。知らなかったです。うわ充電か、ちょっち嫌かな。こういうステータス上げちゃう悪い子ちゃんは。そうだ、次くらいでそこそこいいの出せば2ターン切るという可能性もあるんじゃないでせうか。おし、デストロ強くなったな、たくましくなった。やっぱね、なんやかんやで進化して、以前よりはでもまあ攻撃防御上がんないね。それでも小さくなる。まあ覚えてもどうせ使えないので覚えません。フリーウェイを見てるとなんていうか満たされるんだ。あの時フリーウェイマニアか。ああ他にもトレーナーいるけど、まあとりあえず進むのが優先ですよね。トレーナーがいた、俺も正直終わりかと思ってた。旅するバックパッカーは同じく旅のトレーナーに会う。てかバックパッカーばっかりだね。バックパッカー見飽きたな。チェンジで1匹しか持ってないっていうのは助かる。しかも豆パート、なぜだ。結構ギリギリだな、戦い的には。デストの姿で一瞬しきれて消えた。ん？シャドウダイブ。ん？でもスラーナシは食らってる。うん、よくわかんないうちに戦闘は終わった。シャドウダイブってなんだ？穴を掘るとかとはちょっと違うのかな。ね、もうこのここは終わりかなと思うんですけども。でもこれから次の、おお、いた、こんなところに。はーい、ミツ、こっちに来なよ。おお、なんだって言うんだい。カミツに呼ばれて電気タイプのポケモンのこといろいろ聞かれてるときに君たちのことを思い出して、で用事というのはこれ、ドローンとサービス。おお、なんじゃい急に。はい、チェレン、いつもハイパーボール手に入れた。こんなとこで急に粗品を、急に粗品をくれたの。一緒にたいポケモンと出会ったら惜しむことなくいいボールを使いなさいな。使ってねえな最近。そのポケモンとの出会いはそれが最初で最後かもしれないんだから。それとポケモン図鑑の完成をお願いした私がこんなことを言うのもちょっとおかしいけど、旅を楽しみなさいね。あ、ポケモン図鑑のこと何もしなくていいって意味じゃないのは分かってるよね。何もしてねえな、ポケモン図鑑のことちゃんとやんないとな。さてと、ベルに会わなきゃね。ベルちゃん今な、行方不明状態だからな。完全な家出少女だから、まあ、今頃ダークヴァンパイアにね洗脳されて手先になってると思いますけど。僕たちを旅立たせるためポケモンと図鑑をくれた、そういうことらしいね。母さんが教えてくれたよ。僕たちに世界を見せたいからって君のママとベルのママ3人でアラルギ博士に頼んでね。もうそんな理由があったね。さてミツ、これからどうしようか。どうする、なんか飯でも行く、ちょうどいい時間だし。そうだな、4番道路でまだ捕まえてないポケモン捕まえることで感謝の気持ちとさせてもらおうかな。君はいつでもポケモンポケモンで、私のことなんて何も構ってくれないか。プン、さて、お、 BGM かっこいいな。お、ちょっと待って、これ一歩進んだら多分なんか自動で戦闘になるっぽいな。はい、ね、多分戦闘だと思うので回復させてきました。あと道具も買ってきたんですけど、なんか知らないうちにすごい傷薬とか、あの元気のかけらとか売ってて、あ、売ってたんだってなりました。ちょっとは楽になってきたかなと思います。それではね、戦っていきましょうか。よし、これで戦闘じゃなかったらどうしよう。じいさん、あんたが育て屋っていうのは知ってるんだ。あ、育て屋なんだ。なんたって俺たちダークヴァンパイアだからさ、俺たち人のポケモン奪ってんだよ。何堂々と悪事を言ってんだよ。育て屋といったらいろんなポケモン預かってんだろ。それを俺らによこせよ。なんという無茶を。どうしたどうした。うわ、絶対なんか誰か助けてくれそうな人っていうキョロキョロだったんだろうな。おお、強そうなトレーナーさん、助けておくれ。いや、ガキだからね、ガキに助けを求めるってちょっとどうなんすかね。邪魔だとするならお前のポケモン奪うぜ。なんという無茶苦茶なやつなんだダークヴァンパイア。
まあ、戦いますかな。ダークヴァンパイアの戦闘 BGM かっこいいし。2匹か。これ連戦かな、2人だから。2匹だった場合、連戦だと結構きついな、2匹、2匹の連戦って。ウィルホックか、レベルは高くないね、決して。よし、トップからね、いきなり最強ポケモンできますよ。いけ、肉まん、指を振るだ。これでね、一発でポローンって決めてくれるとね、実にいいんだけど。ミラータイプ、うわ、もう、こういうやつばーっかりだよ。てか、同じタイプになるやつでしょ、もう。一緒だからね、もともと。うわ、砂かけだ、もう。でもね、もう1回ぐらいの砂かけでちょろちょろ変えてると、逆に泥沼ような気もするんで。うわ、こいつ砂かけと見切りか。結構、だるいタイプだな。ステータスアップか命中率アップを。さらばり攻撃だな。どうすっかな。一回様子見、ま、よしよし。これで攻撃を当てても、でも毒とかにしてくんねえかな。それが一番楽なような気がする。メガトンパチ当たれたれ。いけ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 。倒せ倒せ。うわ、惜しいな。でもう一回もう一回。お前、何が目的だ。勝つことじゃないだ、目的。もしかこっちの自爆を狙ってんのか。三日月の前的な。まあ、地割れはどうせ当たんないからよかった。逆にな。素早さがもっと速いといいんだけど。あ、ビルドアップ。こういうの見切りの時に使ってほしかった感は、まあ、正直否めないけど、まあ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 。催眠術も。ね。まあ、起こすか。眠気覚ましも一応ね、買ってきたんで。そのおかげでね、お金が今300円ぐらいしかありません。大量購入のおかげというかせいで。攻撃技も一応持ってたのか。てっきり攻撃手段を持たないアホなのかと思った。もう、命中率下げられてるだけなんで。中電。もう倒そうぜ。もうじらさないであげて。とどめを刺してあげて。もう。ここで俺眠気覚まし使い切っちゃうと思うんだけど、よしよし当たれて、よし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 、オッケーオッケー、いいねいいね、やっぱ肉まんはエース、これ間違いなし。ヤブクロン、あれな、あの見た目がちょっとジブリっぽいやつでしょ。知ってますよ、なんて言ったって俺はポケモンマスターだからな。暴力でプチッと潰すか。やっぱジブリっぽいよな、ヤブクロン。指を振るだ。アシッドボム。なんか、名前強そうじゃねえか。アシッドボム。強くないけど、ステータスはガクッと下がるのは結構痛えな。特防か。もともとそんななかったよ。おお。おお。拍手。これは暴力に拍手ですわ。ポケモンノーベル賞あげたい。いやー、結構楽に勝たせてもらったかな。めんどくさい相手の割な。うひゃ。もうちょっと賞金くれ。オッケーオッケー。連戦かな、これは。なんだこいつ。ひとまず逃げるとするか。遊園地でやり過ごそう。ああ、連戦ではないのな。やっぱ連戦とかにするとお子様が泣いちゃうから。ありがとうよ。こいつは気持ちじゃ。NS でもらってくれ。新品の自転車でライモンして、お、これ自転車か。反抗する予定だったが、結局乗らずじまいでな。自転車もあんまくれるんだ。引き換え券とかじゃなくて。自転車をほいって渡してきたんだ。結構パワー系のじじいだ。わしは三番道路で育てやってるんじゃ。育ててほしいポケモンがいれば遠慮せずに預けておくれ。そいつは結構ね、利用する価値ありだよな。なんか育て屋に、なんか育てさせておいて、そいつを壁役にするとか。おーい、みつ。お、なんだ、行方不明のベルちゃん。博士に教えてもらったけど、ライモンシティって見どころいっぱいなんでしょ。遊園地でしょ。ビッグスタジアムにリトルコート、それにバトルサップ。あ、いろいろあるね。私はミュージカルに行くつもりの。じゃあね。元気だね。なんかもうちょっとなんか落ち込んでんのかなと思ったけど、前回の戦闘からして。さてさて、とりあえずポケモンセンターだよな。この街もね、なんかいろいろありそうだけど、とりあえずなんか遊園地に逃げるとか言ってたから、まず遊園地これか。ゲート的に違うか。ここか。お、中川。プラズマドン、あ、間違えた。ダークヴァンパイアを探しているんだろ。
彼ら遊園地の奥に逃げていってついてきたまえ。お前もどうせダンクヴァンパイアの手先とかそういうオチだろう。俺はお前のことを怪しんでるから。中川、俺はこの間も一切油断をしていない。なんだい？いないね。いないんじゃねえのかよ。観覧車乗って探すことにしよう。ちょっと待って。二人っきりで？男。ちょっとやめてくださいよ。そっちの人だったんですか、あなた。襲われる。綺麗な眺めだね。いや、みつ。君の方が綺麗だよ。とか言って。襲われる。最初に言ってくれ、僕がプラズマ団の王様。え？王様なの、お前が。芸術に受けたまわれ、一緒にポケモンを救うんだよ。はあ、仲間なん？この世界にどれほどのポケモンがいるだろうか。いや、なんかとりあえず夜景が綺麗。あと結構速いよね、観覧車としては速度が。結構怖くね。うわ、来た来た来た。中川様、やっぱお前そっちじゃねえかよ。ご無事ですか？問題ない。ポケモンを救うために集まった人々も僕が守るよ。僕が戦うだ。君たちはこの棒離れたまえ。これお前敵か。さてみず、僕の考え理解できるか。さっぱりできねえ。そうかい、それは残念。さて、僕に見えた未来、ここで君に勝てないが逃げるプラズマ団のため相手してもらう。あのね、お前はなんだ、負けバトルだと思って挑むのか。そんなモチベーションで大丈夫か。なんかポケモンとかも嫌だべ。どうせここで負けるんだろうね。でも4匹持ってる。ちょっと待って、ここで俺は死ぬかもしれねえ。やだな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 。4匹とか結構ガチできついな。頼むよ肉まん。なんか1匹2匹はもうワンパンで倒すぐらいの。お、巻きびし。よいよい、悪くないよ。初手巻きびし、差し押さえ、道具が使えなくなる技か。厳しい。これって交換したら治ったっけな、差し押さえも。ちょっとずっとだったらきつい。蝶の舞、蝶のように舞い、蜂のように刺す。モハメドアリ、特効果、特防曲がる。お、めっちゃ上がる。いろいろダメよし。こいつなんかあんま強い技持ってなさそうだな。こいつは普通に持久戦で勝てそう。3、4回に1回ぐらいいい技出ると思うし。エイドビン、ほらね、言った通りだぜ。肉まんは超いい子で、さらに今蝶の前でステータスもアップしてるから、このまま戦闘続けてよし。ツルック、あれな、ツルックってなんかね、ちょっとあざといんだよな、このズルズルしてる感じが。君のポケモンはなんだか嬉しそうだね。そうなのかな、ド M なのかな。そんな指ばっかり振らされて、アホみたいに毎日毎日、アホの一つ覚えみたいに。ギガインパクト、いけ、クズ流線。おお、飛天ミツルギリ王妃、ギガインパクト。肉まんいいな。ってか最初からトップバッターで肉まんでゴリ押しでいいんじゃねえの。もうダルマッカ、ずっと肉まん。なんか今までね、デスッチとかさ、なんだろう、ナイスガイとかトップバッターにすることが多かったけど、肉まんが結局一番強いから。ギガインパクトって、そっか、動けなくなるんだ。俺そこ忘れていたよ。今のは連戦させるべきじゃなかったかもね。どうしよう、やけど治そっかな。とりあえずどうしよっかな。一回指を振ろう。一回ぐらいできるでしょ。肉死んだら結構きついしな。絡みつく、絶対効かないね。お、ちょっとちょっと耐えて耐えて、危ない。ちょっと一回ドブ、一回ドブハサミ。機械がちょっと調子乗ってたな、俺。得意の満身が出てしまったよ。ここでドブに、まあ一回犠牲になってもらって、で、誰かな、デスッチちょっと不安なんだよな。ナイスガイぐらいで様子見てみるか。炎のパンチが多分こいつの中で最強技じゃないかなって気はするんで。できる、できる、よし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 。お前はそういう男だと信じてたぞ。破滅の願い、何じゃこれ。何何何、分かんない分かんない分かんない、技使わないで。何これ、怖い怖い怖い。とりあえず回復させるね。けど結構やばいね。次回復させた方がいいレベル。あ、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー。破
破滅の願いとは結局何だったのか、そればかりが気になる私である。最後かぜ、シンボラー、シンボラーのリスト、とりあえず分かんないときはデストロイだな。やっぱこういうときに君がいる、君がいるから僕がいる。そう、デストロイだ、シンボラー。ああ、このあれか、なんか女子供に受けの悪そうな、そんなポケモンだな。サイケコス結構いいの持ってるじゃん。いいじゃん、それいいじゃん。おお、大丈夫大丈夫。デスッチョ、あんまり舐めるなよ。進化してなんかいろいろビラビラがついた。炎の誓い、これは強い。くない、ごめん、嘘ついた。良い子は真似するんじゃないぞ。俺みたいな嘘つきの大人になるなよ。さてさて、次はマッハパンチ。なんか技自体悪くないけど、なんかね、もう一つ噛み合ってない感があるな。いつもに比べたら非常に攻撃的でいいデストロイですけど、サイケ光線がね、そんな効いてないっていうのが大きい。混乱とかになったらやばいけど、急所は嫌ですね。急所はちょっと地味に嫌ですね、私。電磁砲、これはいけるんじゃないか。おしゃ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 、おお、惜しい。おお、でももうほぼ勝ったも同然。これもサレンダーしてくんねえか。こう、デッキに手のひらを置いて、サレンダーカードしてほしい。マリックのようにな。これも勝ちでしょ。サレンダーしとけばこんなポケモン痛い目に合わせずに済んだのにな。かわいそうにな。俺はポケモンがかわいそうでならないよ。よしよし、オッケーオッケー、いいねいいね。デストロイも結構頼りがいが出てきたな。いい男になってきたよ。メスだけどな。高っ、お金、ナイス。金持ちボンボン、バカボンボン。君は強いな。だが僕には変えるべき未来がある。そのために。僕はチャンピオンを超える。誰にも負けることがない唯一無二の存在となり、すべてのトレーナーにポケモンを解放させる。君がポケモンといつまでも一緒。そう望むなら各地のジムバッジを集め、ポケモンリーグに向かえ。そこで僕を止めてみせるんだ。中が負けたのに説教だ、かっこ悪いぞ。それほどの強い気持ちでなければ僕は止められないよ。何だったんだ結局あいつは。あいつはまあ所詮時間稼ぎのアホってことでしょ。この観覧車はもう入れないのか。これなんだ。お、ジムリーダーか。シャイニングビューティー。なるほど、俺とキャラ被ってんな、シャイニングビューティーって。ベルちゃんがいるじゃない。何やってるんですか。あ、ピッチ、ミュージカルが気になる。じゃあ一緒に入ろう。おデート、こんなところでおデートとは、なかなかそういうロマンティックな展開になるんじゃね。すごいでしょ。お、なんだジジ。やあ君たち、はじめまして。私はこのミュージカルのオーナーです、よろしく。なんだいなんだい。ふうむ、なんというか君たちいい感じのトレーナーですね。でしょ、特に右の男性、すごくいい感じのトレーナーでしょ。ポケモンにグッズをつけて着飾ってあげることをドレスアップというのですが、ぜひやってみてくれませんか。こちらのグッズケースをプレゼントしますから。ああ、なんかそんなシステムありましたな。なんかあんまやったことないけど、俺こういうチャラついたことをねやらない硬派な日本男児で通ってきたんで。そのグッズケースの中にポケモン着飾るためのグッズが入ってます。ではまずポケモン選んでくださいませ。もう今まで一番頑張ってるじゃん、肉まんで。それでは早速レッツドレスアップでございます。あ、なになにこれこれ、え、ちょっと待って、こんなんあったっけ。なんかあんま覚えてない。え、ニグマグッズドレスアップしましょう。はい。じゃあ、メガネ、メガネ。メガネどうすんのこれ。おお、かわいい。はい、これでいかがでしょうか。超おしゃれになったんじゃないか。いけ。ドレスアップオッケー。いやー、なかなかおしゃれポケモンが誕生してしまったな。おお、二人とも素晴らしいコーディネートでしたよ。とても魅力的でございます。ドレスアップさえできれば誰でもミュージカルに参加できます。君たちもミュージカルにぜひ参加してくださいませ。マジか。ミュージカルについての説明は受付でも聞きますよ。では舞台で会える日を楽しみにしております。うん、どうしよっかな。ミュージカルも素敵だけど他にも気になるとこあるし、君見た先にライモン見物しちゃおう。じゃあね、ミツ。お、なんか俺は女に振り回されたような感じがするな。はい、とりあえず
いい時間だと思うんで、このパートはこの辺にしておきたいと思います。まあ、とりあえず次回ジム戦頑張ります。次回ポケットモンスターブラック指を振る縛り、ドレスアップした肉まん芸能界デビューの巻、よろしくどうぞ。ではお疲れ様です。